お待たせしました。引き続き2回戦の対局を開始します。対局スタートしてください。さあどういう感じになるんですかね。土田はもう走らせてもいいという感じでやるんですかね。はい、ちいちゃが土田でスタートです。ドラがリャンピンですね。取引だったのね。そうですね。27.4。これは大きいですね。さすがに。もうあと下位3人が、今回は下位3人の争いなんですけど、まあ分かんないよね。誰かがまたトップ取れば2対2の戦いになるんで。はい、今回ヘッパイまとまってんのは土田さんも良さそうですけどね。辻本さんも789が見えそうなヘッパイです。ドラガレアンピンと、はい、土田さんがこれでリアンシャンテン、もう伸び伸びいけますね。こんだけポイント持つと、もう土田さんの親のリーチはもうみんな行きにくいんで圧倒的にパーピン相撲で E1 切り。土田さんがチーマン相撲、チーマン積もりました。ここでスーピン切り。カニオさんが1、2、3から2差しにちょっとブレましたね。テンパイですか。テンパイで役なし。全チーマン。土田さんまだまだまだ張っててはないですね。2差しで2差しの3色にしちゃう。本店得でしょうね、流派なら。吉田さんがチームを重ねて白切り取らない、はい、ドラが持ってるのは感情だけなんで。それもどこまで行くかだね。アルペンチームは役なしだね。はい、ああやっぱり伸びるね。はい、まあ、どっち切るかよね。リャンマン切るかパーピン切るか。そうですね、まあ、リャンマン戦、まあ、イスマがね、名前ですね。バニー4枚出てるのでね。感情がリーチです。感情が3色、スーソで3色ね。ペンチーマン引いた。これ街変えれるんでね、うん、ヒューマンタケツを受けました。粘って正解だね。で9万を切ると9万役なしでしょ、はい、うん、上がれないね。ブクブクと。これはだって嘘つむ、しかし触れる範囲がないでしょ。もうね、いらないものを切るところですね、うん、これは。カマパーマンもいらない。もう降りるならパーマンですけどね。このローピンが早いからチーピンとかパーピン切るかもわかんないね。あ、さっきの感情君がね、さんの感じやったらやりそうな気がします。でも嘘でしょ。うん、硬直に行きましょう。ここはね、もう1回戦のね貯金があるし。でもさ、ここに何短期に受け替える。短期コロコロもう受けましたね。これ買ったかもわかんないね、津田さんね。チーピン切ってね、ダーマ、今回はダーマ点で。え、強さなり町だったかな。スーチーソー、現物でもないよね。スーチーソーの3本でイースソーのロベタに受けました。何でしょう。吉田さんもこれでチートリアンシャンテン、イースソーも行かないんですね。まあ1回戦トップなんで。あ、なるほど。とりあえずテンパイは入れるけど、多分ドラ持ってきたりしたらやめますよということなんかもあるんですね。まあ一応ね、肩上がりできます。肩上がっちゃうわ。まあまず絞れないかな。とりあえずテンパイの間を置いておいて、まあ高くなるような牌持ってきたらやめますよみたいな。もうそういうことですね。うん、1回戦なら多分リーチしてるんでしょうけどね。辻本君もこれはもう上がる気なら最終なんですけどね。打ちづらいですね。打ちづらいですね。がしかし、ただ切るもんがないんで、はい、ね、もろ、まあ、のが一番通りやすそうなのかな、はい、あ、キューピンか、もうやめるかね、まあ、さっき負けなかったんだから、一旦回るかね、9、7、両方通ってるのね。重ねましたね、は
意外と戦えると思いきやもう受けましたね完全に。もう親がねこんだけ押すと、うん、ドラが出たので土屋さん曲げるんじゃないですかこれ。もうもういいでしょう。言わない多分ローピン持ってきたらリーチするんだろうけど ね、 なるほどね、うん、まあとりあえずはピンフでやみてん。まだこれは最終形じゃないと。なるほど。もうそれともうゴロチまで見てるんじゃないですか辻田さんクラス。しますね。ダマ押しが続く。うん、なかなか積もれませんね。そうですね。クリス層が、まあ、辻本が完全に今ね酸素抜いたんで、ねはい、まあまあ順面も遅いんで俺にも怖いんで、ね、数値数もほぼないのかなもうね。辻本君のチース、ね、チース3個でしょ。バチバチに固めてました、ね、スーソー2枚持ってて辻田さんも1枚持ってるからスーソー1枚、スーソー1枚ですね。イーソーが2枚、2枚です ね、 ね2対1なんでね。でこの終盤で2枚残りは強い。でも辻田さんイーソー止まらないよね。強い、あーすごいね。強い強い、ごちゃごちゃしてる。強い。逆にイーソーで26打ってる方がいいかもなんですけどね。1300号ね、リーチしてないからね、はい、スモピンフイーペーコ、まあ他の2人から、勘定以外の他の2人からすればまあいいでしょうという感じですかね。もしかしたら親番継続で土田が親で一本まです。ドラが2ピン、もう辻田さんはねもうどんどん加点したいよね。もう今回トップ取ればほぼね、うん、最終戦はねもうほぼ確定なんで。ハイパーはパッとしませんね、うん、バラバラと、ね、まあまあ自敗から切るかな。誰か電話鳴ってるで。誰誰知らないです知らないです。吉田君は1回戦ラストなんでね。できたら今回プラスにして、はい、ね、買い争いを少しでも楽にしたいんですけど、だからまあ辻田さん上がる分には別に構わないかな、ね、まあ、浮かなくても3人の中で一番展望を持っとけばなんとかなるので。土田さんここでラスラスになるとねちょっと辛くなるんでね、順位点がね8つくんで。吉田さん打ち方的には結構縦を見ます、うん、横を見ますよね吉田君かな、はい、あんまりチートしないのかもわかんないね。勘定君すごいいい手だね、タイヤをハイばっかりで1人抜けてますね、うん、この。いや土田さんも良かったような気がするんだけどね。なんか国士無双ですね。あ、国士無双かいいっていうのは国士無双か。もう降りるもよし何でもよしの国士無双ですね。まあ、展望持った時はねやりやすいですね。国士もそう。さあ神田君はまた二差しの三色含みってことでね、はい、2曲連続あ志田君7、8、9って並んじゃったね。ちょっとしんどいかな。あこれ来る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 やりましょうもう、うん、来ましょうもうこれも楽勝だよね。もしこれ親だしね、これ上がったら本当、まあ、一人若くて、ね、みんなもうスキンセイヤって感じになりますね。もうちゃんととかも見てないですね。そうですね、うん、もうここまで来たら、まあまあ、これでも3減敗が1枚もないのかな、白髪中がね。ちょっとこういう時ちょっとしんどいかも、やりにくいですよね。もうポンと言われた時間で終わってしまうもんね、ほとんど誰かが。まあ感情早くなんとかしたい、なんとかしたいが。勘定君ドラ入ってるのかな。入ってない。1枚入ってる、ね、これどうするの。泣く、泣いて仕掛ける。勘定君たちは僕は泣きますけど勘定さん泣かないでしょ。勘定君は泣かないって言ったら泣くんですけどね、大体、うん、僕が言うとあドラ持ってきた。ファースト切り土井さんもどうにかしないぞ。これはヘッドを落としますか。そうね、どっちかの頭、はい、バッピン切り、ま
今のだチーマン落としてた方が単4を移行しやすかったもんね、はい、ローマンで瞬間の瞬間なんだけどね、瞬間芸だけど、やっと天敗さすがにだわ、まあまあ当て目取らず、どえドラレアンピンなんで一応やっぱりそこまで頑張る、うん、ヤンオピンの形にしたいのかな、スーピン切っちゃってるんですよね。あ、だ2234にしたいんだろうね、そのままで2234とかでヤンオパーピンにしたい、ああ激アツやね今これは熱くなってますね、誰が二刺しになってるわ文句なしだったよ ね、刺し子になってしまったからね、想像がねちょっと気にならないっていうのがあったんでしょうね、あららあれこれすごいね、翻弄チートイツになったよね、ちょっと周りざわっとしますよこの難打ちは、ちょっと嫌ですね難打ち、あ、タクが揺れたね今ね、ピンさんも終わりですか、でもカージョウーピン引いたね、ちょっとね、マジかよこの人すごいねマジかあんま見たことないんだけど本能チートイツとか本能チートイツとか安すぎますからね、そう漫画漫画ないっていうね本能チートイツは濃すぎますねちょっと、いやしかし激アツ史上初めての本能チートイツ、これイーピンでロンって言われたらもういろいろ覚悟しますよねもうなんかまあもう僕の負けでしょってなって、まあ、でもさすがにみんな怖いですよこれ、ちょっともうへくってますからね、でも行く、はい、へくり後でも行けるかな、上がり取るんだったらね、あのまずいまずい、1球自敗で待たない方がいいんだけど、もう E ピンが相当やばいですね、もう吐く切るってことは E ピンも切るってことですね、切るんやろうね、さあどうする、はい、角切り、まあ、これまだ4枚見えがないのかな、一応ないですね、 E ピンは手の中1枚とドラ表1枚なんで、あと1枚あのこの1ピンで1ピンありますね、勘定君、あでも勘定君止まるのかな、12234なのから、あこれ捨てるよね、でチー、はい、でポンしてリャンピンするか、チーしてウーパーピンするか、難しい選択、パーピンがもうすでに3枚出てるので、あポンですね、ポンですね、でチーピン入り、はい、なるほどなるほど、でもあんだけ迷ったらなんかあの辺かなっていうのがあるんで、ちょっと他の人は出ないよね、あれなんですけど、まあでももうみんな こうなっちゃうとちょっとって感じですね、まあ、辻田さんは知らんと知らんと、これ一品どうするんでしょう、もう出ないんじゃないですか、これはもうリャンマンさんも勘定君出るでしょ、勘定選手はもう出ますねもう簡単に出ますねリーチでも出ますね、あとしなぁ、いやてか、ね、でも土田さんがあの切りでドラマで切ってくるわけです、おーおー、やっぱ今正解すごい、あります、ということで土田さん両ピン単位だったら上がってた、そうっすね、つもちいといドラドラでね、まあそれもあり値段一緒だからね、そうっすね、危ないですかね、まあ単純に2004年のつも上がりです、2100-4100になりました、盤石と、はい、勘定さんが親番になります、ここは辻元選手と吉田さんなんとかしたいですね、ここはもう吉田君はもう本当なんとかしないと、ここでラス引くと相当ね厳しくてね、ラスラスは厳しいんで、ドラが数万です、今度さんハイパー上がってきてますよね、徐々に上がってきてる、はい、そのハイパーの良さ、あーなるほど、はい、そうですね、まあメンツないですけどねいいピンで待つのかね、美しさで、いやまあ土田さんは、土田さんなら値段一緒なんだけどね、多分僕リャンピンに変えてるもんね、あのままリャンピンだけの積もり上がってますからね、そうそう、だからリャンピン単位してたら積もってたけどね、はい、まあ、上がった時の美しさが違うんでね、確かに記念の手だからね、あのなんかあれでリャンピン来たらもうこれでいけってことなのかみたいにならないですか、なんか終盤やから ね終盤やからもう切れないから、やっぱりもうリーチで逆に怖いんで、ね、そこはまあ土田さんはやっぱり形をね、美しさを取るタイプなんで、ね、さあこれは辻田さんですかね、ですね、はい、
ここ辻元君は1日3食、ね、ちゃんと食べるね。ああ、吉田君早いね。3品切らないのかな、ね、うん、ドラが数万やから、はい、こんなとこ行きたくなるですね。進まない、これちょっと遅いですね。3品にひっついたらいいんですけどね、2品、2品。あかんじゃくん、これだいたいみんな1シャンテンになったのかな。そうですね、あ、そういうことはまだ2シャンテンだけど、ちゃんと吉田君2シャンテンですね、うん、それさんも2シャンテンか。うん、土田さんのドラが数万なんか統一なんで、そこが、ね、あ、いい方来たね、これ。これはもう仕上がると一番高いですから、ね、そうですね。ここ何が欲しいのかな。よろしいですね。もうこれは泣かない。まあ泣かないから、ね、テンパイじゃないのか。泣いてもね。いらない方が来ましたね。いい数層でリーチと。はい、まあまああれですね。良さそう。そこねテンポ入らないの。あれ最初迷うんだよね。あそこ突っ込むんかなと思ったら入らないの。あの上乗せないとダメなの。ジャン作仕様なんですね、あれはね。あそ展望区とか浮くんですけどね、あれ先手も浮いてるでしょ。患者さんが今取ったパーペンツの、しかし E 数素が薄い、うん、残り1枚かな。スノスさんも行きますね。スノス1枚出てて手の中に1枚あるのか、患者君のとこね。そうそう、ない、E 素だけ、E 素だけ残り1枚、ね、E 素残り1枚、はい。まあ高めだね、高め欲しいからいいやん。あ、いいですよこれ。これいいですよ。行きましょう。もう行きましょう。パーピン切ったらいいのね。行きましょう。もうここで行かないと。まあ、いいピン切ってもよさそうですけどね。もうどうせさパーピン切るんだからね。いいですね。3色だったら。いいですね。そうですね。うん、もう行くでしょう、これは。まあ対相手が子供なんでね。そんな手入ったらもう行きましょうって感じ。おつ、欲しい。これ現物ですね、はい、ちょっといい数層がね、辛いっすね。薄そうですね、薄いんで。あ、来ました。あ、これサブローキューマン転廃したので、シャンポンにするか、はい、サブローソーで両面でリーチ。さすがに通ってますからね、親の感情がサブローソー通ってないんか、筋ですか、中筋なのね、はい、こうなるとサブローソーはたくさんあるのかな。1枚、2枚、4枚ありますね。1、2、3、4、5、3枚か。あと、あ、まあ、3枚です、うん、3枚です。あったー、これはでも、もうストライクアウトですね。わあ、でも感情の現物だけど、いった、ミッション点維持して、まあそうですね、親よりかはという感じですね。1ピンフユペコ3900の出上がりです。まあ、やめちゃっても良かったかもしれないですけどね。あ、でもこの3人の戦いなら誰にも上がられたくないんで、やっぱり来ますからね。いや、でも当面のライバル2人がもうリージだから、ね、自分ね、まあ、入ったらねすごい決まる手だけど、うん、まあ、いいシャンテンなんで、まあ、行かない方が良かったかも分かんないけどね。画面がトン三脚で、親が辻元さんがいます。裏が三層。おっと、二メンツ一役ハイジャント、いいじゃないですか。おっと、二メンツできて、はい、ピンギリ、まあまあ、ジャンシャンテンかな。まあまあ、たドラがね、まあ使えますけどね。吉田君も役ハイ統一入ったね。吉田さんはもう休憩ですね、ここ。まあまあ、あの1球じゃ早から切ってって、ね、並べていって、やばそうならできたら上がりますよみたいな。これは E ピン切ってるんで、E ですか。どこまで見るのか、攻め手まで見てるのか。吉田君もストレートには行ってないね、今ね、6万パーマンでパーマンキー出したんで。ここはなんとかしときたいですね、元さん。うん、
まあ両面ターツできちゃったらさすがに感情選手あでも遠くにちゃんと3色見えるんですけどね、まあ、だからまあなるべく多分だからちゃんと狙いでしょ、ね、ウーマンローピンチーソーいいですね。リャンソーこういうリャンソー僕嬉しいんですけどね、引くといらないようで。津田さんはもうね198切ってったらね自然と手が入るみたいな感じになってるね。これ3ピンいらないでしょ、まあ、シャーとかリャンソーさっき言うのかな、もうさばきを考えるなら、ね、まあ、3ピンね、はい、ああいいですね。サードストレートに、まあ、そっち行っちゃいますか。今が2回、まあ、ドラはリアンソなんで、あ、サンソなんでね、くっつき狙った可能性もあるね。もう土田さんは仕掛けすらしないですかね。土田君仕掛けてね、あ、すごいとこ引いてきたよ。さすがにさん、ダブトンですよね、ダブトンですよね。え、違う、あ、いや、いや、いや、失礼しました。はい、あ、これローピン切っていいシャンテン、シャンテン、うん、終始ダマですね、ね。あ、もう苦しいですね。作るんだったらリアンス切るんだけどね、そのままね、あ、行きますね、ここに行ってます、患者さん。まあ、上がれなくても、手と捨て牌とね、両方で作るっていうことでね。ナイターがちょっと苦しいですね。吉田君ちょっとしんどいとこから仕掛けてるんでね、はい、さあこれどうしようか。あ、もう普通に一切れのチーズをかとまあ親だからね。え、吉田君親じゃないのか、辻本さんが親か、辻本さんが親か。来ましたね、これは。いいよ、これはもう、はい、泣かない。本日狙うのかな、こっから、はい、今リアンソン泣かなかった。すごい、あっと、これどうする。もう行くのか、行くのか。これリーチでしょ、チーソ切って、ウパーピン。でもほら、ね、食い替えっていう手もあるからね、これ。サブローマン食い替えれるから。あ、行きましたね。さすがにね。うん、まあ、てか、いい街に見えますね、ウパーピン。まあ、色染めがちょっと一人おるんか。ツダブのリーチでウパーピン街。リーチでは、だいたい勘定君も C なんで。あ、来ましたね。ぶつけましょう。さあ、これぶつけるのね。パーソ切って、リーチ。サブローピン、現張りリーチですね。現張りでもリーチ。土田プロが3万行きですね。ピンズで曲げるのは結構根性ありますね。ウーパーピンが3枚残ってる。3枚残ってるです。サブローピンは何枚残ってるのかな。ローピンの方がサブローピンも結構、サブローピンも3枚か。3枚も残ってますね、意外と。もう今感情がね、もう全然ね、いけないんだよね。さあこれでも土田さんから取ると展開的に面白くなるんだけどね。どこかな、チーマンがちょっと切りづらいが。吉田君展開したね。切りづらいな。そうですね、ちょっともう切りづらいですね。まあ3層4層どっちも取ってるんでね。ここに3ピン見ました。1枚1枚切った。またテンパイしたね。切れ切れと切らず。ああ、積もった。うん、松田さんの方がね、今さすがですね、状態調子いいよね。同じリーチ合戦になっても、はい、トーン四国です。親が吉田さん。辻田君が調子いいですね。いや、いつも通りでしょ。そうですね、うん、だ ここの雀作を対局室でやるとなんかいつもこんな感じ。伸び伸び打ってますよね。すくすく育ってますもんね。注目されれば強いタイプなんですかね。今吉田君すごい手だったよね。なんか、なんかチラッと言ったけどすごい手だったね。言葉が止まりましたわ。打ってる。誰が急走です。よろしいですね、これは親番でダントツよろしいですね。ヤントツ田さんも手なりでね、もう19時半ね、自分からバンバン捨てていけば
感情さんの感情君はこれピンピンズ行くんだろうね。ムチャゾフ入りますかね。ああやだだしたね。あもうピンズを払うと。なるほど。いいシャンペン。なるほどなるほど。土屋さんがなんちゃなんで今100杯重ねましたね。藤本さんも100杯重ねて100ピン切り。ドラが急走だけに。これでもこの辻本君はちょっと苦しくなってきたね。そうですね、うん、もうなんとかしないとかなりまずいですね、うん、あれリーチしたのかな。うーんカンパチリーチカンパそうドラ表待ちでリーチ。まあそうですね待っててこれでもパーソは2枚残り、はい三條さんがパーソを打っている状態です、ね、無茶染めをすると刺さる。もうだって行かないでしょさすがに、ねうん、まあ親のリーチですね。ここは三條さん的にはもう絶対上がってほしい。これ缶ですね。サンス缶、はい、アンカン入ります。これまさかこれ間違いました、ねそうまあ、さんどうするんでしょうね。まあ、でも親にはね親だけに打ちたくないでしょうが行きましたと。でも何以外ないからね。そうですね。もうだ30しのぐかもうそのまま行くか自分の役牌なんで。今も言ってましたね完全に。あそう。はい、あったー唯一欲しい牌でした。まあでも待ってられないですからね。ねこれテンパイ入ったね。もうまあやめてんねえじゃないですかこれはパーマン切って。さすが、ね、にダマでしょう。土屋さんでも、うん、はい、あ、リーチか、リーチ行くんだ。もう怖えわ。怖いよもう。同卓してなくてよかった。3ピンが1枚残っている。そうね、彼女のところね、1、1、3とあるんでね、はい。残り3ピン1枚。1対2。これも土田さんだけには追っかけてほしくないですからね。うでもつもりそうかな。戦利してる方は。役あるからね。何役配でしょ。何役配ね。まあとりあえずやめてんでよかったんだ。なんてね。他2人困るよね、2人の現物捨てないとダメだけど、まあ、でも土田さんが追っかけたから嬉しいんじゃないですか。彼女君はもう、ねうん、降りれるんで辻本君どうするかね。ちょっといいシャンテンまで来ましたが、ね、もうでも切るものがない、はい、いいシャンテンだわ。とりあえず自敗切って、はいうん、あとはまた筋をかなんか頼りでいくしかないんだけど筋ができたぞ、うん、筋ができた感情まさかねこれパーソーまだ姿を見せないなぁ。なんか今画面に見せてきませんか。そういつも見せてる土屋さん。なんなんそれ。親切ね。うん、辻本君は困るよね。これどうなるんだろう。もうどうせならテンパってリーチして辻本君もね勝負した方が気は楽なんだろうけど。毎回こう何が通るんだってずっとね探るのもしんどいだろうし。もうヤンピン切るしかないかな。あ、現物筋は切らない。やっとったよね。ヤンピン筋なんでね。パーソーが全然見せませんね。もうこっち見せんなって。てか土田さんこれテンパな計算できますかね。もう重ねましたね。ほうほうほう。これパーソーはどこ？どこ行っちゃったのパーソー？ちょっと下げますね。裏ドラかな。患者さんが1枚持ってるだけですね。うん、まあ厳しいなどれも。なかなか積もれない。うん、まあ2人ともね、あの町がね、3ピンあと1枚、あと1枚あるね。残ってるんで。これも勝つようじゃあもうほんま好きにしてくださいですね。とは感情が詰まったら筋でいいピンとか出るかもわかんないねこれ。チーピンの方いった。まあ筋田さんの現物で。あそうだ、ね。困ったなあ。あるかな、ね。もう筋を頼って頼るべきは筋ですね。なかなか積もりませんね。まあでも
パーソー積もるでしょ。リャンピン、はい、リャンピン、あら、筋壁できちゃったよ。もうでもチーピンまだ持ってるからね。 あと辻元が持ってきたらやばいかもからね。もう結構何もなかったら内順困ってるんだよ。さあ、次は履いて3枚もいるの。ああ、2人とも寝てたね、山に。さすがにパーソーでしょうね。あ、もうないか。もうないの、履いてないの、今ね、関したから。なるほど、なるほど。意外といい戦いでした。はい、テンパイが2人で1500ずつ移動します。そうですね、3ピン、パーソーが2枚、3ピンが1枚かなって、そうですね。たぶん、辻田さん、ダマにしてても結果は変わらなかったですかね。2ピンに変えたんだけどね、数ピン持ってきてたからね。したら上がりがあった。ウーピンゲームツなんですね。まあ、どこまでだそんなに押しててよそが切ってくるかどうかなんですね。こちらさんの親番継続で、強打も2本で1本までいます。ドラが、9番。まずまず、ね。まあ、吉田君なんかハイパイそこそこいい感じになってきたよね。通見切りから。土田さんも良さそうですね、また。辻田さんはもう常に手なり状態になってるからね。カズさんまた苦しいな。あ、また221になってるのこれ。すごいね。どんだ221ってすごい多分確率のはずやねんけどね。なんでもあの毎回来る、毎回というか毎回のね、毎対局のように来るんやろね。まあこれをしに来てますからね、患者さん。これをしに来てますから。いや333なんて欲しいねんけどね。221でいつも終わるからね。はい、カンちゃん入りました。吉田さんは、まあ、四五郎三つ打つって感じですかね。うん、おお、ここで2位冗談はよしてよ。よしてよ。でもこれでもターツも何も逆にやりやすいですね。さっきも一緒ですけど他がバラバラなだけに寄せてる捨て牌じゃないしに、うん、普通の捨て牌になってる方が出やすいからね。アクションが統一ったのでもう第三元はって感じですね。あ、辻元君の2枚か。そうですね、だ辻元君がなんか単品系のすごいいい形に、まあ、ありえるんですね、形上ね。結構ありえるんですよね、この形。こうなるとこの後例えばローピン、ね、あ、でもあそこでチートイツもあるのか。そうですね、あそこで切らないってことはもうチートイも見てるんで。いや、勘定君ついに来たとか思ってるのかな、うん、来てないわけだが、ね、なんか切ないですね。これは何切ります？2万切り、もういっぱい行かないんですね。あ、まあ、ドラが9万、ね、ドラ9万切ると、はい、警戒されると、ね、切ったらいいの逆にね、うん、耐えようかな思って切ってくれるかも。チートイズも見てるんでしょう、多分。辻田さんがまたこれでいい射程ですね。おっと、お、そうそう、もう行こうよ。ちょっと気の間違いで注文あたりスッと運送があんこになってとんぎり。ミサさん三元杯結構絞れますよね。うん、そうなんですね。まあこんだけ打って三元杯一枚も出てないんで僕は打ってて怖いですけどね、この場。そうですね。あ、津田さんは切るね。うん、で、ポンね。そこかってなりますね、これ。これでドラを切りますか。もう切るでしょう。ドラの9番。まあ、ただこれだと小三元止まりになるんで、まあ十分ですけどね。まあもうちょっと切れないですね、他は三元牌誰も。土屋さん以外は。こういう時ね、チューン統一だと僕なんかチートになったら絶対勝てると思いますけどね。こういうの相手なんで。そうすると、これで数ピン切りますか。あ、嘘です。もう受けましたね、吐く切れないと。土屋さんがこれで手広いイーシャンとさらに切るぐらいです。はい、はい、もう これもうチート率数万、ああ、引きそう切ってるのか、自分で。もうさすがに勘定君もね、よそからは絶対出ないよね、うん、ねっていう感じになったんで、
自分で持ってくるしかないよね、どんどん受けが広がっていきますね、土屋さんの。チートイズしたい。もうチートイズしてないしょうがないね。ねそれか、なんかどっちかあんこにならないと、リャンピンかローソンは。さすがにこれは切らないから、ね、リャンウソどっちか切る。あ、切る。ごめんなさい、切るんです。はい、切ります。で、リャンピンこれ刺さるぞ、辻田さん。大丈夫ですか？リャンピンもういらない形になってるんだ。リャンピン刺さっちゃいますよ、辻田さん。これは。辻だ言うて。辻元君はどうする？もうチートイズですね。もうね、出てるやつでね、無理しないよね、これはね。吉田君はもう完全撤退してるんでね、今白切ろうとしたの、あ、白を切ろうないというのか、あ、もうでも両ピン出ちゃう、あ、耐えました、現物ね、ローピンは現物です、想像が伸びての小三元、小三元十分じゃないですか、8000点ですからね、十分ですね、トップ名の勘定さんなんで、まあでもシャボにはするでしょうけどね、もちろん引いてきたら E ピンか3ピン、はい、どっちも1切れまでなんで、うーん、厳しい、あ、行きますか、行った、あ、そうか、パーピン、パーピンその前に通ってるからね、うん、いるんだったらみんな前に泣いてるかなって感じなんで、お、これ なんて天才的な人、ね、リャンピン出ない形になったね、なんなんだこの人マジ天才かもからねスペシャルすごいね、辛い、もうあれもうネクストやったのねネクストバッターサポートで思いっきり振り取ったのに ねバット、辻本さんこれで言いそうですか、もう行かないです、ここはもう行かないです、リーチ来たってことはチューン持ってるんでしょって思ってますからね、そう一応これ軽点なのかな、軽点だね、軽点ですね、これ土田さんすごいですね、僕負けてないですけどね絶対、ほんとすごいわ、勘定君、椅子を持ってきたらどっちでもアウトやからね。はい、アウトです。はい、すいませんでした。これね、勘定選手めちゃくちゃ熱くなるパターンですよ。お前チーム持ってないんかい言うて。持ってないのに来たんかいって。怒り、怒る、ね。2600はリーチドライチですね。2900であれですね。まあまあまあ、でも勘定さんはまだまだ。本田さん、これで3着目ですね、はい、100点差でちょっと浮いてる感じです、バガット、ナン1曲です、辻本くん頑張ってほしいですね、ドラが3ピンです、辻本くんはまあね、まあ2人沈みそうなんだよね、両脇はね、そうですね、ライバルがね、そこは最低条件にしとかないと、沈んでもらう、ラスト引くにしても沈んでもらって、ね、最終戦トップ縛りみたいな感じなんでね、はい、もありえますからね、これ1人沈みで終わると相当きついんでね、もっとでもおもむろに大津、あ、急走か、急走ですね、あ、辻田さんまたね、いいねもう役配がね、入ったね、すごいです、うん、これどうかな、勝ち上がってきたらバトル3で藤川君当たるんだけど、いやまあ、本当嫌ですもん、あの天才的な麻雀見せられたらちょっと、押し込みどうやって勝ったらいいのみたいな感じになるよね、どこまで押すんかですね、ちょっとまあ一回ヒオラス局面を作らんと多分無理でしょうね、伸び伸び打たれたら、さっきの1半チャン目にヒオラス場がありませんでした、いやだからあれでヒオらない、しかも第3源氏掛けでヒオらない、もうヒオらないっす、うん、まあ1個目トップ取ったっていうあれがあるんでね、だから1個目から叩きに行かないともうやばいっすね、この人は押しがすごい、この辻本君いいとこ引いてたね、ペンチーマ、吉田さんが苦しそうですね、いやー吉田さんも 3万アウトはもうドラ固定したよね、3ピンなんでね、はい、もう十分すぎる、十分すぎる、うん、誰が土田を止めに入るかって、もう止めに入らないでしょ、止めに入らないでしょもう下3人の戦いでしょ、勝手にしてくださいですよ、うん、土田さんが上がる分にはもう、うん、うわ、勘だ、すごいなこれ、はい、お祭り騒ぎですね、GP のつま切り、いや3万切ったら危ないよね、ノーマン関してるから、ここで受け外すという、うん、
あれがあるんかもね、みんなサブローマンなら、ここサブローマンの受けがある、うん、悲しい。いやだって3万持ってるんだよ、辻田さん。はい、辻田さんもう感情が一緒の間ちょっとお小仕掛けですね、もうっていうかまあさばきみたいなのね、普通の仕掛けでしたね。何本ね、辻田さん天敗です。はい、何ドラドラ、これね最終出だしが3万っていうのがねまたね怖いんですよ。なんでローマン暗算したのに高め何ドラさんね、もうさすがに染めてでしょ、これペイペイ止まるのかな、ペイは止まるじゃないですか、染め手側なんで、まあドラも止まるんですけど、結局止まるは止まるんでしょうけど、みんなだからここで手出しで三蔵とか見せときゃああ何やってんのみたいな感じなのかな、ペイぐらいやったらもしかしたら釣れるかな。三蔵がこれで9ピンを切ってパーピンとパーのシャッポンですか。おこれウーピンかな、けどウーピン切りづらい、あ、感情に切りづらいのか、全部切りづらいです。でも一個かやめるかなんでね、行きましたね、強いこの馬は。あ、ローマンないのかね、吉田さん二差しの三色にしたってことか、固定したってことですね。ウーマンからはハートが強い。感情さんそれ言ったらもうペイもいっちゃう。もういっちゃう、全部いっちゃう。二差しの三色にしてもどうせ3万だけの上がりなんで、そうですね、ピンフで、うん、はい、方が良くないのかな、ね、一緒なのか、まあ、なあの地位点かけれるのか、なんかあったね、泣いた時に天敗かけれるんだよね。よいしょ、まあトンは通りますと。スーピンはもうそのままね、買えないですね、シャンポンのまま、ドラとペイのシャンポン、敵も、まあ、リャンマンは比較的通りそうかな。なんで吉田くんが頑張ったタイヤでリャンピン、ここが強いですね、さすがに一番強いです、はい、これで、ああ上がった、あよくぞさばいた。タイヤをドライチ2000点の出上がりです。ふむふむ、ちょっと頑張りたい感情さんですね。いやもうみんな頑張りたいですよ、この展望状況。あ、辻田さん以外ね、はい。まあでも辻田さんも確定さすという意味ではトップ欲しいでしょうけどね、はい、ここで3着とかなっちゃうとまだ分かんなくなっちゃうんで。そうね、さっき感情ねペンチピンだろうって書いて、ね、コメント来てるんだからね、はい、親のゲームズがねチーピン出てたから ね、しかもまあまあ、で片割れがマンズになってるんでね、まあ、ローマンの壁で、うん、ローマンの壁もあるかもわからないね、まあ、逆に切れないですからね、うん、ああいう壁作られたらチーピンの方が上がりやすかったかもわからない ね、はい、ドラがレアそうなります、うん、まあ、ここはいいんですよ。もう2メンツは土屋さんはもうね自敗から自敗と1級はねずっとね、ドラも何も関係なし捨ててればね、とん切りになりでどんどん来るので、バチェーン切りましたね。さんあとは順番ですね、切る順番。順番が知ってますね、ワーピンを仕掛けて9ピンに、あれはポンですね、うん、おお。辻田さん初加算です、うんね、患者さんが3層の手でドラに突き、ちょん切り、なかなかいいとこ引きました。感情がチーズを切らなかったの、ラーメンラーメンじゃないの、そうですね、ラーメンラーメンやチューン安排で打とくのかなと思ったけど、なんでしょうね、ラーメン切ったもんね、いや足役も苦しいね、うん、ちょっとパッとしないですね、もう仕頃まで見せちゃって、そう患者さんがどうにかできるか、馬を重ねて、まあでもね、これね辻元何切らないと9層とか切るのかな、あ小さ切るか、何切るんだね、もうストレートに、はい、
1、2、3見えそうです。あ、もう見るしかないですね、はい、こんだけこんだけメンツないと。そっとこれポンね、土屋さんポン しない、しないですね。意外と懐深いんですよ、これテンパイです。ポン点なのにね、ウーガンのシャンポンになります。シャンポン、あ、曲げていきました。そうですね、団長の思い、地層壁で急走これ点数ないんで、はい、辻本君ちょっと急走切ってタイヤをつけるとかドラをっていう方が良かったんじゃないのかな。これ上がっていくらなって話なんでね、まあ上がって上持ってきたいっていうのもあるんだけどね。まあ何から行ってますんでね、もうこの最終形でも行くかなという。あれや、あーでも地層切った。辻田さんはカンウーマンですか。カウンマン、青ポンしないけど3色では泣いてテンパ入れたってね、うん、3人がテンパしてます。環状選手はスーチーマン、普通にスーチーマン、はい、普通スーチーマンですじゃあ土田さん、これで2動き取れないですね。これ初ポンしたら出ますからね。あ、そうか、急走に1点勝負かけると。チートイツで。初ポンしてたらカンウーマンだったのかな。最初ね。カンウーマンですかね。環状さん熱くなってますか。いや、なってないです。なってないです。なってないですか。ただ押しただけです。いや、もう環状さんは押すしかない。そんなこともないのかな。すごい。これで環状さんが出上がり。残念、はい、さあちょっと楽に なりましたね。2着目までやりました。あれ、土田さんの展望が信じられないぐらい減ってるんですけど、マイナスになってしまったね今ので、はい、しょうがないですね。いやでもこうなると土田さんも余裕ではない。そうですね、3万4000、え、そう、え、どっちですかこれ3万4000ですよね。さすがに、うん、3万4300だと思いますよ。そうですね、うん、ちょっとびっくりするぐらい減ってたんで今電報がお、あ、なんかなったり上がったりなったり渡したり、はい、多分343のね、へこんでないね、まだね、はい、マイナスしてません。3万4000、1万3、環状さんが上でドラが9万です。皆さんまたまとまってますね。私、辻本君上がるの見たいですね。そろそろ階級が上がったのかな。そうでしたっけ、階級はい、階級3人ね、闇店で。あ、そうそうですね、上がってから上がってないのかな、はい、辻田さん、いや、辻田さんもね、本当もうね、手なりでどんどん来る。感情もだいぶ上がってきたね、いいね。ここで6000ホールドが引くと感情も楽勝なことになるから、辻本選手もさっといいシャンデーになってますねこれわ、いい手だ、いい手だ美しい。ローマンが、あ、ここもいい。さあどうする、これ、ウーピン、ウーピンでしょ。ウーピンですか。ごめん、いっぱいローマン、うん、むむ、まあだからしごろの振り返りを見てってことですよね、はい、ウーピン周りにくっついたら、ね、迷ってウーピンとね、うん、結果そうなんかい、うん、いいシャンテンですが、はい、ウーピン、ローピンでおります。寺田さん、どうなんでしょう。丹上さんが、おっと、はい、おここは勘違いは残さないね、ね、もうポンテンを取りたいのかな。そう、やりました。まあ、789も見えますね。なぜ分け方を変えた並べ方を変えましたよ、勘違いがバレないように。いや、ポンしますよ、そうですね、その意思表示を我々に教えてくれたわけですね。じゃあさ、3色、五六七の3色、六七の3色ね、はい、え、今回置いとく、さすがにこれは置いて、もう6万切るのかな。それじゃあ何やってんのか分かんないですけど
もうパーマン切りましょうよ、さっき切ったんですから。リャンマンが薄くなってるので、うん、もう3枚出て、入れで、ね、ケアすると。まあ、その3パーマン切った時と状況が、ね、リャンマンが一気になくなったんで、3枚。まあ、でも、コンテントリーなら数万切っちゃったらいいんじゃないですか、うん、あれ。じゃあ、パーマン置いて、ね、数万切っちゃって。これ、ドラム9番持ってきます。ウーピン切り。まあ、でも単野は確定してないんですよね。コンテンツするのかって話なんで。立てば。土田が乱走を積んで。これはどうすんのかな、うん、頭に積んのかな、うん、いや、そう、ヘッドコテ。勘定さんがなかなかですね。他が埋まればね、簡単な手なんですけど、ニノさんもペー残してたらチートイになってたんですけど、そうですね、これでテンパイ入りました。はい、チーピンです。これヤコハエだからどうするのかな、ね、まだね、ションパイ場に出てないんで、まあ、リャンウーマン切っていくのかすかね、ウーマンから切る。泣かない感じよ。ちょっともう何がやりたいか分かんなくなってきたな。さては。もうとにかく面前で。リャンマンがほぼないんで、うん、ね、数値素肩上がりになるけど、数値素で。9万、ドラ9万をつもぎり。パスッと切りましたね。パスッと。杉本さんもここで合わせ打ちますか。まあでもチートイも見てるんでね、シャーカンしなかったんで。はい、だってということで、そうですね。何撃？そう9万しか引かないですね、みんな。うーん。よいしょ。なんでシャンパイ。つもぎり。もう知らんと。あ、1位ですか。これはポンね、土田さんがね。さすがに2泣きですね。チーピンが出ます。2泣きが3社にバレた形ですけど。土屋さんも川氏なんで、カンパーマン嫌った方が良かったかもよね。9万ね、勘定君通ってるんで。まあ、いざとなったら、ほぼ安牌ですからね、全員に。短期がありますけど、辻本さんだけ。まあ、吉田君がピンズ全然、まあ、出ないので、泣きづらいと思ってピンズ潰したのかな。なるほど、そうかな。チートイツ2本と。さあ、どこまでこの形で、あだがり杯まで打たれて。ああ、行くんですね。ラブリーチ。スノギリリーチ入れました。ああ、でもこれ、カンパーね、テンパイ入りました。患者さんのパワーもちょっと危ないんですか。おおっと、やっと来た、待ってたって聞こえてきました、今。患者さん、椅子打ちやすい。これはもう放送通り。さあ、ここが。おお、危ない危ない。よいしょ。みんな、まあ、あとは辻本教えるだけしんどいね。はい、そうそう、みんなに責められて。これ数えるのもあるけど、イースシーソンむちゃくちゃいませんか、これ6枚いってます今。あ、まあ打ってもいいんだよね。はい、うん、おー、まっすぐ行けば安い点しか打たないですね。なるほど。勘定に上がられるよりはでね、まあでも両者にとってないですよね、うん、1回戦ラスなんでね、吉田君は完全に。吉田さんが1300は1600の出上がりです。もう辻本君ここです、頑張りましょう。なん3曲目が辻本さんです。さあ辻本君こう頑張りたいね、はい、本当ずっと上がってないのでね、裏上がりオーピンです、うん、で3者に攻められてずっとこうね、受けの状態が続くんで、うん、3トイツ、4トイツ、トイツが多いな、さっきか、うん、しかも動けないトイツ、ちょっとどうするか、うん、見物ですね、第1打、旬から、なかなかよろしいですね。あ、ここもいいね、吉田君も早そう、またゴロチとか見せてきつつ、辻田さんもいい、いや今回みんな早そうだね、三条さんにしてはいいぞ、うん、これこうなると辻本君が一番なんかしんどそうな感じだよ ね、ドイツドイツドイツなんで、親なのに。お、イサシまで見えちゃう、
お、頑張ってきました。いや、勝った。これで縦に行けなくて済む、済みますね。もう縦に行くと最終受けちゃうパターンが多いんで。これでパート切り。患者さんが2羽持っていて、2羽切り。二刺しの三色ね、ね、もう固定ってことですね。鶴本くんしんどいなぁ。そう持ってきても馬切り。あそこが6、7、8だったらね、ペイ切るんだけど、7、8、9になってるんでね。よいしょ。これは話を重ねて、これは役配ですからね。でもチートイズのいいじゃんてんですけど、取らなかったね。もう目いっぱい全部仕掛けていくんですね。ね、もう初泣く前提で、全部泣くでしょうかな。あらららららら、簡単にあんこらしい、すごいね、並べないであんまも。あついもこのよし、うん、だいたいねえな、まあ、ハイパイからの統一が3つ残ってますね。これちょっと感情も泣いてイシャンテン、はい、ドラとスーソのくっつき天杯かな。吉田さんがそのままゴロチは諦めた。ありゃあ、ここでと来るね、普通に。これ天杯ドラ切って天杯取るかどうか、どうする？切った。もうさすがに。そんな感じで患者さん。背に腹は。しかし嘘。ここに大量に。あららら。まあ動きはありますけどね、全然。これポンだよね。はい、土田さんポンして天杯。はい、チームは持ってウッパーピンですか、うん、ウッパーピンが残り5枚、4枚、4枚、4枚もあるんか。さあどうするんだろう。パーの切り、パーマどこまでもですか。いやー、勘定君このままだったら負けるよね、なんか手代わりしないとやんめに。あ、ところでテンパ入ったね、勘チーマン。もう行きましょう。これはリーチしかしょうがないでしょ。もう行くしかないです。割とそんな悪い間じゃない。逃がれですね。2枚切れてる。まあ切れてるゆえにいるっていうことですけどね、この辺は。あと1枚、あと1枚、あと1枚、1枚、あ、これ変えないと。おっと、硬いぞ。受けましたね。まあでもこれみんな止まりますよね、G マンは。この川、リーチ者の、うん、土田さんは行くんじゃないのかな。土田さんのパピンが一番強いですね。パピンね、両面テンパ入ってるんで、はい、ますます行きやすくなったよね。あら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 もう、あ、これはさすがにシャボニー、シャンプーに変えましたね。シャアってあるのかな。シャアはね、全部ありますね。シャアもあるね。シャアは全部あります。簡単に全部ありましたね。そしてドラは、ドラもある。ドラ全部ありますね。シャンポンが4枚切ってまたすごいです、ね、あ、もういきなり持ってきたよこれ。これもう許してあげてほしい。これシャアってしかも役配なのかな。はい、ね、シャアでも役配、8000点か、0点テンバレしてね、してあげてくれなかったな。いやー、これもうトップだったらほぼ決まりだからね。いや、辻本も苦しいねこれ、はい、いや、なんとかね、どっちか沈めたいよね、自分がもうダメだったら。場面変わってオーラスです、まあ、できれば、まあ、全然嬉しくないですけど、まあ、吉田さんがトップの方がまだマシですからね。どれがいいそうです。感情さんを削って、もう手作りに行くんですかね、辻本君。ここはさすがに土屋さんいいですね。土屋さんはいいです。土屋さんはもうそういう状態に入ってしまったよね。もはやもうピックアップする必要すら、うん、いいんですから。辻本さん本日狙っての形かな、はい、あれは。土屋さん2リットルの緑茶飲んでますからね、もう仕上げに入ってますね。
チドイツか、もう常にね縦になっちゃうとねどうしても受けになっちゃうんで。ドラのイーソーがまだ誰も持ってませんね。はい、ドラいいそうで誰も持ってないですけど、誰もいらなそうですね。なるほど。チートやったらイシャンテン、これもう3000、6000いきましょう、辻本さん。もうちょっと本一しにくいね、あそこ ね、うん、そうね、違う色4つになったんでね、ドイツドイツでもうチートイかチートしかないのかな。もう3000、6000やったら2人とも沈まんっていうね、勘定君も吉田君も残ってしまうんでね。まあでもしょうがないけどね。土田さんがここで9分打ち、うん、まあ単位をね、単位を仕掛けてね、じゃあ3ピン置いとけばよかったかな、うん、ここでテンパイですね、うん、ドラもドラを持ってきましたね、ドラ待ちをね持ってきまちで9ピンを土田さんにくれて数そぎ、そうね、これ上がらないまでありますね、つぼさん、まあツモだとさすがに、カニさん勘違い入りました、特に辻田さんからなんて上がっても何の意味もないですからね。このトンで待ちますか。トンが今で3200、勘定君から出るんだったら ねいいけど、はい、吉田君から出たら結局一人沈みになってしまうんで、ね、曲げれないんですよ、ね、うん、リーチできないね、いいそこい来ないな、スッとトンが出ちゃいそうな気もするんですよ、うん、おじゃあさ、これで展開、サブローマもう決まったかな、サブローマ ね、決まった、強いですね、もうここで出ますね、カン、うん、さん止めれるか、無理、止まらないでしょ、これは無理です、うん、はい、強いはい、強い、先手の津田さんで上がりで、やっぱキューピン入りが良かったね、そうですね、単位に決めてね、もうね、そこでね、これでも2着争いがなかなか、2着争いがね、あの辻本君はちょっとしんどくなったけど、はい、それでは2回戦の対局が終了しました。1位が土田プロ、2着が、吉田プロ、3着が勘定プロ、4着が辻本プロということになりました。続きまして3回戦の対局を行いますが、少し休憩を取らせていただきます。条件確認などがありますので、しばらくこちらをご覧ください。